足入れてきて、チョークつけます。一番大切なのは、ここに手を入れて、相手に完璧に組ませない。で、この足を見てほしいんですけども、こういう風に組んでた場合、左足が上。ね。だから僕もディフェンスしながら、これが最初の手段です。外れますか。あるいは、彼がこう外れてた場合、オープン。こうなってた場合でも、まあ、こうやってやって、決まることはありますけどね。それよりも、こうなってた場合、この足を引き寄せて、ディフェンスをして、こういうふうに外れますか。これは、ここが痛いですね。ツボね。で、彼がこの手を引っ張ったら、ディフェンス。持ち替えて、こっち持っていったり、こっち持っていったり。で、彼がポー、ポーミー。引っ張ってこう、できない場合、引っ掛けて、持ってきて、で、ここでこう。あるいは、ここから、アキレス腱型に入ったり、こういう入り方が、ヒールホールね。で、逆の場合は、行った方が詰まりやすいですね。これヒールホールで入るときもただこうやってやったら入らないんで、こうコントロールして引っ掛けてやれば楽ですね。あるいはストップしてこのままこういってもできますし、あるいはこれを彼が蹴って離してる場合、キックこうバリーしてストップしたり、こっからここに引っ掛けてこういうふうに引っ掛けたりできます。あるいは激弱アキレスミアキレスロック、こうやられた場合、まずこの足をこういうふうにディフェンスして、できればちょっとずらして、でここを、あるいはこの足がこうなってた場合、ここに入れてやれば決まりますね。であるいは彼がストップレッグやった場合、こうなってた場合ここに入れて、で、こうすれば決まります。まあ、こんなのがありますね。これが、2番目の基本技です。ここから、こういった場合、彼がこの技に入った場合、ここを、こういうふうにして、カウンターと。あるいは、今朝固めの場合、今朝固め。一番最初は、ここにスペースを空ける。スペース。で、もし、エンプティーハンドの場合は、ここで、こういって。こうやってやっても決まるし、ここでこうやって止めるストレートアン、あるいはもしブリッジできるなら、自分の体をややこっちに寄せて、よしよし、ここに行けますよね。あるいはこっちの足に引っかかる場合は、こうやってやっていけば入りますね。あるいは引っかかんない場合、はい、I cannot walk、 こっちにはこういうふうにして、いけば取れます。まあ、これ基本的なエステップですね。あるいは、誰が交代に、こう、潰した場合、ガブった場合、ね、一番大切なのは、ここにもしスペースがあったら、これで、終わっちゃいますから。彼はもうちゃんとできますからね。で、彼はちゃんと守ってますよね。で、これを浮かせるには、ここを押せる。あるいは、で、一番大切なのはここをメイクスペース、ここ大きなスペース、箱を作って、ここはノースペース。彼の体を、ま、自分が前に行くんじゃなくて、彼の体を引き寄せます。穴の中にね。あるいは、こう行きたいんだけども、彼がレジストして、逆行こうとした場合、こういうんです。こういうと。あるいは、こっち取って。あるいは、クォーダーの組み仕方はたくさんあるんですけども、ここからメイクスペースして引っ掛けて、この腕を決めたり、スイッチレッグしてこういうふうにした、あとここからアームピットアッパー行ったり、エルボーに行ったり。例えばこの場合でも、彼がレジストをした場合、グッとホールディングした場合、グッと回っちゃって、でここで決めたりします。あるいはこれでスイッチした場合、で、ほんでこれぐるっと、なんていうんですか、レジストした場合、離れない、伸びない場合、ちょっと、これはチキンを決めちゃうとか。まあ、いろんな技があります。あるいは、浮かして、足をフックして、
レッグロック決めたり座って決めたり寝かながら決めたり、そうするとこっちが足を浮きますから、キャッチしてレッグ押さえちゃって、あるいはロック、まあ、こんな感じでいきますね。